ま、これまではね、ホロライブ、ハマったきっかけなんですけど、じゃあ、こっからはね、推しホロメンを語ろうってことで、あーえー、まあ、ちょっと動画多分変わると思うんですけど、ちょっと一個挟んで、<laughs> えー、推しホロメンを、ね、いいはい、語ろう。メンは、はい。はい。じゃあ、今回は俺から行きたいと思います。はい、お願いします。はい。さっきもね、俺くんから言ったんですけどね、えー、紫シオンちゃん、ね、二期生のね、魔女っ子がいるんですけど、はい。はいはい、もう、箱押しと言ってるんですけど、 やっぱりどうしても特別なね、特別な推しっていうのはどうしても生まれるんですね。そうですね。はい、これは致し方ないことです。そうですね。その特別中の特別、はい、箱推しの中でも特別なね、1 2,、2、3、4人がいるんですけど、はい、それが、えー、シオしおんちゃん。しおんちゃん。はい。で、ペコちゃん。うさだペコちゃん。ね。<ー>で、スイちゃんあ。先ほども出た。はい。押、はい、しまして。はい、スイスイん。 で、えー、白金ノエル団長。まあもうここからね、あのー、入ったと言っても過言ではない。ホロライブのも、あの、門ですね。は、は、あの、はい、は入ったきっか入ったきっかけでは初めて知った、えー、ホロメン、団長ですね。これが特別ですね。はい、箱押しの中でも特別にしている押し。<ー>で、さらに、特別中の特別で、しおんちゃん、紫しおんちゃんが、去年、もう激ハマりしてしまって。<年>ね、ああ。ね。はい。いやー、たまらんっすね、彼女は。 ああ。ハマるきっかけなんだろうやっぱ切り抜きかな確か切りあ。切り抜きですかそう。切り抜きで、はい、なんか、おまあ超有名ですけど、はい。あの、船長と、なんか、吸、はい、ったもんのあった事件があって <laughs> あ<ー>、あ吸 <laughs> ったもんあった事件。そう。3期生めっちゃ好きだったから、その、ね、だあのー、船長の、はい。あのー、切り抜きで回ってきて、で、そこでしおんちゃんと、なんか、 お泊まりして、はい。なんかあったんじゃないかみたいな、なんかそういうね、漫画にして、こう、やったりして、あ、しそういえばしゅんちゃんね、し、あの、見てなかったなって感じで、そっから、切り抜きとかで、なんか、ま、有名な、あの、ナゲットですね。ナゲットを、バーベキューか、バーベキューか、あの、マスタード派か、あれとかも。最初、バーベキュー派だったんですよ。あ、そう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 、バーベキューから、でも実はマスタード食ってなくて、 マスタード食ったらマスタードに、こう、願いったっていう感じのあれ。<laughs> 食べてない偏見あるある、ねそ。そう、食べてない偏見あるある。この子めっちゃ面白いと思って。<laughs> うん。手のひらくるくるでしたからね。そう、手のひらドリューでしたから、<laughs> この子面白ってなって、はい。で、折り曲とかもね、そこで聞いたりしたりしてね。ケロベロスでしたケロベロス あ、関係ねえか、ケルベルス。なんか、ケルベルスは確かなんかいるんですけど、あんま出てこない。<laughs> わすわ忘れ去られた、ケルベルス。忘れ去られた。そう。<laughs> メイジオブバイオレットとか。ああ<ー>、ね、はいはい。チャンデリアとか。すごい、あの、歌声も素晴らしいんですよ、しおンちゃん。ああ、そうですね。そうそう。よく笑う子が好きなんですね。おー。しおンちゃんね、多分5秒に1回笑ってるんですよね。<laughs> <laughs> あ確かによく笑っているそう,そうそうそう。よく笑、笑う子だな。だから、 見てて楽しいんですよね。めちゃくちゃ。元気もらえる。元気もらえるし、このクソガキ感がまあ、たまらないんですね。<laughs> ね。<laughs> クソガキの、ね、ホロレブの中のクソガキの始祖、はい、はい,はい、はい。<laughs> スクラシオンちゃんが、この他のホロメンとこのね、特にアクアちゃんとかと、ね、あの、絡みとかもすごいね。<ー>うん。握手を、握手を帝帝でしたで。今はね、ペコちゃんとのね、天下統一っていう、 新しいユニットがあるんですけど<ー>、それがね、はいはい、もうたまらないですね。はい。でもね、しおんちゃんね、はい、そのハマった年のね、あの、誕生日ライブで、あ,<ー>あのー、まあ、と、誕生日ライブもめっちゃウキウキで、あのー、多分初めてリアルで、はいはい、屋台でホロメンのライブを全部一から見たの。しおんちゃん初めてかなあ。あ、そうなんですかそう,そうそう。そう、も見て、で、でもその、 月の12月からね、あの、長期休暇、そう、長期のね、休暇に入って、うわ、俺のタイミングの悪さ、くっそだと思って。いや、当時、そうですね、休んでて、南海先輩を、しょんちゃん、すぐ復活する。あ、そうそうそう、励ましてくれてたよね、俺くんがね、え、せっかくハマったのに、これはって思って。 はい。ありましたね。そう。なんか生殺し状態。はい。だったんですね。はい、そう、シオンちゃんです。一番こう、ピークでハマったとき。で、まあ、今年ね、復活してくれて、もう。ああ、かったですね。もう今じゃ見れる。もう配信してたら絶対見,見るあお感じで。はい。はい、まあ。なかなかシオンちゃんはね、ロング配信者だから。あそうですね。はい。ちょっとこう、配信ペースは遅いんだけど、まあ、全然それでもいい いいんですなんか無理しないでね、あの体を第一にね。はい、長、は、く、い、やってくれればいいです、ねえー。そうそう、長く、自分のペースで楽しくやっていただけたら一番ですよね。はいはい、そうですね。こ、はい、れはもうもちろんでございます。って感じで、えー、もまあ、押しほろめ。他にもね、ペコちゃん、スイちゃん、団長がいるんですけど、まあ、ちょっと長くなるので、またね、他の回とか。そうですね。動画で、はいうん。動画とかで語ろうかなと思いますので、えーはい、以上とな はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、えー、まあ、俺くんもさっき <laughs>、ネタバレしてるんですけど、まあ、そうですね、ちょっと、いいましたね。<laughs> 俺くんのね、<laughs> まあ僕のホロ、この推しホロメンは、うん、まあ、最初のきっかけになった星、星町すちゃん。すいちゃん。で、大空すばるちゃん。バー。ね、で、リンドウ。ちはやちゃんですね。い、ちはやちゃんで、でね、この中で一番ハマってるのが、この大空すばるちゃんですね。 いいですね。で何が面白いかって言ったら、うん、まあこの子はね積極的にね結構ね何、あのー、て言うんですかねあなんかか顔が広いって言うんですかね。顔が広い。あのー、なんかこの子も俺と同じ人のおすすめをこうよく聞くタイプなんだと思う。染まる。染まるタイプ染まりやすい,やすいそう。 前の動画でもなんか白上吹雪ちゃんに伝わりやすいって言ってたんですけどこの子はえっと大空昴ちゃんはあ、うんうん、あのまあ、ホロライブの箱っていうだけではなく、うん、あの昔にあの二時三時っていう前本圭介っていう人がいたんですけど昔その大空家みたいな大空家あのルちゃんと、うん、そのママであるしぐれうい先生とああういちゃんね。 近所のおじいちゃん枠として、その前本圭介さんっていう二次三次の人がいたんですけど、もう箱を超えてのユニ,ユニットっていう意味がいいのか、そう,ね、まあそういう感じの、ね、箱を超えてのなんか、共演とかが多くて、あそうなんだ。はい、実はですねあの<ー>ホロライブ結構箱 の中で、ま、あの、イメージがね、強いよね。箱の中でなんかもう解決しちゃってるって感じのイメージなんですけど、そうだね。まあ最近はなんか、床闇、とさんとか、なんか、エーペックスでいろんな人とやってるんですよ。そとわ、ね、ちゃん、アキロで先輩とか、あそうまつりちゃんとか、あと、ふぶきちゃんとか、あとはあれか、ぼたんちゃんとかも。ぼたんちゃんとかも。結構ね、箱。ロではい、そうそうそう。ね、当時は、その、あんまり外、ほあの,他の箱とコラボするのが少なかったんですよ。あそうなんだ。 えー、なんか昔だからこそなんか緩いってわけじゃないですけどまだなんかこうね縛りがきつくないのかなって勝手に思ってたんですけどです、ね、昔でもやっぱ珍しいんだあんまりなんて言うんですかねなかったんですよま,まずどうだろうなちょ,くちょくあったのかもしれないけど当時俺が見たとしては印象的だったんですよあなるほどねそれでその経由でその大沢すばるちゃんが、うんあの VTuber 甲子園とかパワープロくんとかで、<ー>なんかいろいろと元祖あれ、その、今、ホロ甲子園とか,あか。あ、ホロライブね、今ちょうど、はい、えっと、あれか、こよちゃん主催でやって、はい、で、はい、今、あの、ミリシラで、3期生の団長と、ペコちゃんと。 あのマリンが。やってますよね。あれ元となった元祖がありまして。うんはい、はいはいはい。あれ元々もと前本圭佑っていう野球好きの。あ、好なんだ。その企画して。前本圭佑と。大空昴ちゃん。うそう、ホロライブ代表。そう当時、すばちゃんの代表として出てた <laughs>、えー。マジあ、まじ。そうなんだ。で、個人勢として天海一かさと。うん、あと誰だっけな。 なんあと1人ぐらい確かいたんですけどこれでなんか2時3時あ、VTuber 甲子園っていうものをもともとやってたんですよあれウイちゃんいるそうなんか、はい、いないウイちゃんはいないそういあウイちゃんはいないですあウイちゃんはゲーム苦手なんであ <laughs> そっかそっか <laughs> 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 ウイちゃんもね今はね個人税で VTuber、はい、今その VTuber っていう昔は VTuber 甲子園っていうものがあってそれをそっから発見してはい、はい <laughs> 今、別れて、ホロ甲子園とか、二次三次コ子園とかになっているすあ。あ、すもう元祖も元祖なんだ。そうです。<あ>元祖の元祖なんだ。二次三次が元祖かなと思ってたあ、違うんだね。歴史があるね、まあ、企画した人は、その二次三次の、あ、い、まあ。今もいますよ。あ今もいますよ。ますね、お今はね、うもう大空けど、あ,のあんまりコラボする機会なくなったんですけど、人が増えて。 あ、そうなんだはいでまあそれもいろいろあってまあもうスバちゃんってお笑いなんですよ、うん、お笑い<笑>もう23時って結構お笑いの部類が強かったんですよ昔そうなんだでホロライブってアイドル路線で売り出してからあんまりそういうのなんかあったんですけどあ<ー>まあ当時はそのオードラスバルちゃんがそのお笑いの人として

チョコセントは全く違うなって笑いながらゲラゲラ聞いてて <laughs> ドナルドダックになるやつでしたっけドナルドダックになるあそこからアヒルのイメージがついたんですかねそうそうあそこからアヒルのイメージがついてなるほどね今もねあのトレードマークみたいになってる、はい、アヒル<ー>アヒルがこうねキャップかぶってるの <laughs> はいもうおもろすぎておもろすぎて <laughs> <laughs> まあそんな中であるギャップが起こったんですよね。もともと歌枠は何回かやってたんですけど、まあ、当時苦手苦手って言ってなんかあんまりやなかったんですよ。1か月に1回ぐらいしかや,やってなかったああまあそんなに歌は、はい、あの力を入れてないってなじ、はい、そうですね。その中でも「YOU」だけはなんか綺麗な声で歌ってて <laughs> <あ>「そうういあ y ユ u っていう曲があるんですけど、まあ、大空昴ちゃんが普段歌ってる 声とはもう想像もできないぐらい綺麗な声で U っていう曲を歌うんですよ。<う>ちょちょっと後で聞いてください。わかりました。まあだいぶ昔のやつなんで。あだいぶ昔の曲なんだ。まあオズラちゃんが今調べられますかね。あと <laughs> 芸人あ芸人てかタレント歌手の U さんが出てきちゃう <laughs> <laughs>、えっと。オズラソバル U で。あ,あそっか大ズラソバああありますね。あじゃあこれはい聞いてみます。 あちょっと聞いてみてください。もうね、普段から声がね、あの、想像しないほど綺麗な声で歌いますから。あ、そうなんだ。はい。まあ確かにこう、あのー、歌うの苦手なホロメンもなんかこう、なんだろう、収録の時でバッケますよ。まあ何回とかもや多分取り直しとかもしてると思うけど。ああ、ね、そういう時ありますもんね。ありますね。はいはい。つばちゃん、なるほど。そこでもうギャップにあられたって感じか。 そうです、ね、まあ、ソロの歌のギャップもあり、うん、そしてライブの、ライブ配信で、<う>バトントスバトンバトン、バトンバトンっていうんですかね、なんか、うん、棒みたいなやつ、くるくる回して、棒<う>棒かなバトン、うーん、なんだろうな、あれ。なんか、ライブの 3D ライブで、うん なんかチアリーダーみたいになんかバトンでなんかくるくる回してパフォーマンスするやつはい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 わかりましたイメージつきました。イメージつきましたはいイメージつきました。はい、した多分調べれば多分どの会らのライブで出てくると思うんですけど。えー、そんなのやってるのその時に初めてアイドルあの芸人からアイ,ドルアイドルなんだな認識してからもうドハマりしてもう毎週土曜土日はねあの大空そばちゃんのね、うん、あの ゲーム配信を見るようになってます。今はねあのキャプテン・翼の。あ、やってますねます、うん。今もやってんじゃん。たぶん今もやってるようになっていまで僕は見るんですけど。はいはい。やってますね。あそんな感じでねあの、最初芸人としてハマってたんですけど、いつの間にかアイドルとして、オーザ・ちゃんを押すようになってますね。うん、僕は。うん、これが今の僕の最,最推しホロメンですね。素晴らしい。 はい、<laughs> いやあ、すごい。マジでいいよね。こうね。はい。しかも同じ2期生じゃないですか、はい、俺たち。あそう、ね、<laughs> 同じ2期生のほろめンをね。はい。愛用しとして持っている。<laughs> はい。はい、いやーいいっすね。ああ。ほろめはね、やっぱね、もうでかくなったんですけど、やっぱりこう。はい。癒しいですよね。癒しいっすね。もう。もう乾いたリアルの、 オアシスですよ <laughs> ね。<All right. S 2> はい。